保土ケ谷区は水と緑と歴史の街。どんな出会いがあるか楽しみです。さあ行ってみましょう。興福寺松原商店街、浜のアメ横と呼ばれ、日々多くの人でにぎわっています。川島林、横浜市で初めて無形民俗文化財保護団体に認定されました。横浜市児童遊園地、広場の周りには約300本の桜が咲き、市民の憩いの場、散策の場として活用されています。陣ヶ下渓谷公園、市内で唯一の渓谷として景観が保たれている公園です。県立保土ケ谷公園、県内で初めて作られた多くの人に愛される運動公園です。横浜ビジネスパーク、壮大なミュージアムのように創造性を楽しむことができる空間です。水と緑と歴史あふれる保土ケ谷区ね、行ってみたいとこあったでしょ。